皆さんこんにちは、アストラル澤田です。よろしくお願いします。ということで、今回は先月から今月の頭にかけて届いたフィギュアの、おもちゃをですね、レビューとか紹介をしないんですけども、ちょっと撮影した分をキュッとまとめて、スライドショー形式で流していきたいと思います。それではどうぞ。最後まで見ていただきありがとうございました。はい、ね、今回バットマンだったりとかベノム、コミックバージョンだったりとかですね、かなり魅力的でとてもかっこいいフィギュアたちを手に入れることができたので、スライドショー形式でね、写真を流させていただきました。 SNS のアップも間に合ってないので、 YouTube でガンとこうね、出させていただいたという形になります。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。